hello this is takahashi in iwata and hiroshi hayashi japan an ufo shaped uh, earthenware or doki in japanese excavated at uh, iwata shizuoka japan i got a mail from mr takahashi -san in iwata in which he said he uh, let me know about a very strange shaped earthenware excavated at uh, Iwata, which uh, looks like an UFO or which has got a nice UFO-shaped uh, UFO earthenware. And this is a report about uh, the UFO-shaped uh, earthenware in Japanese. 岩田の高橋さんという方からですね、まあ、UFO そっくりに載ってますか、あの、時が岩田で見つかっているという情報をいただきました。そこで早速今日、あその岩田の、えー、中央図書館へ行ってみました。現在8月末まで、あの、その展示がなされているということだったんですね。ここに銅山古墳っていうのがあります。ここで見つかったそうです。で、 そのこの図書館の右側の展示室でそれが催さ,催されていたわけですけども、まあ,あのふ、まあ、弥生式土器といいますかね、縄文とはまた、ちょっとこう趣,趣をことにする土器がずらりと並んでおりましたけども、えー、その一角にですね、あのこれから皆さんにお見せしますが、まさに、まさにという土器があったわけであります。これがその土器なんですね。 今見えましたですね。で、これがまあ、これから皆さんのお見せするのは UFO 型のまさに土器なんですけど、これが銅山古墳の、えー、まあ、模式図と書いてありますね。絵、えーえー、なんですけど、そこで見つかったと。 で、こういうふうに配置されてるんですけども、学芸員の先生にお聞きしましたらですね、まあ、これはの適当にこういったその発掘物を並べただけであって、上のものと、ね、下のものとはサイズは合ってないんだそうです。まあ、適当にという言葉を使われましたけども、適当に置いてみただけですということなんですね。ですから上の部分と下の部分とは、こういうふうに、まあ、なんていすか、関連性を持って繋がっているわけではありません。 で、まあ、色が違うんで、どうしてこの土器だけ色が違うんですかって聞きましたら、大部分がですね、これはあの、なんて言いますかあの、補修してあるんだそうですね。で、まあこういう、こういったものがあると。で、これはまあ、何かというと、いわゆるその、ここではですよあの、傘というふうに説明していました。でも私はこう考えます。 まあどう考えてもこれはあの傘には見えないですね。大きさが80センチから1メートル近くあります。まあ、これがまあ原型なんですよね。でこれを上へ持っていって、で先ほどの額へ持っていきますと、何か灯籠みたいになるんですけど、これは、ね、ひょっとしたら火炎を表しているのかもしれませんね。あのボーッとこう火を吹いていると。あるいはこうだったかもしれませんね。下の部分がなくて。で、まあ、こういうふうに考えると非常に落ち着くといいますか。 円墳あるいはピラミッドはあ古代の,そのエイリアンの乗り物 UFO の発着台であったという証明はこの次のビデオでいたしますがあのまさに UFO タイプ。 っていうことこなんですね要するに、そ,それを信じるか信じないかということよりも、事実を受け入れるか受け入れないかということなんですよね。で、まあ、常識で考えて、これを傘だという方が常識的なのか、これを UFO だというのが常識的なのかということなんですよね。でも、まあ、それぞれその考え方は皆さん違うと思うんですけども、私の場合は、まあ、あのこれはもう傘には見えないですね。だあのまあいろんな意味で傘というのには無理があると思うんですよね。何のために、どうしてとていう部分で繋がっていかないわけです。 で、まああの、あの、土器、この円筒土器でもありましてね、でそれの上にこう、上かぶせるんだというような説明もしてくださいましたけども、じゃあなぜその上にかぶせるんだということになっていくと、このまた説明がつかなくなってくるんですよね。で、この上の,上の部分と下の部分は、これ、あの、あの学園の方もおっしゃったんですけども、適当に置いてみたということだけでだけであって、別にあのセットになってるわけではありません。ですから、まあ、こういった、まあ、 同期なんですね。で、高橋さんがおっしゃったように、これはまあ普通ではありませんね。普通ってことは、まああの、傘っていう,いう説明を受けてですよ。ああ、そうですね。という感じで、えー、頭の中に格納するってことは、私の場合はできませんでしたですね。えー、で、こうしてこの形を見て、上から見て文様の数を数えたりいろいろしていましたけども、皆さんはどのようにお考えでしょうか まあ、要するにだから傘かあるいは UFO かって言われた時にどちらを取るかっていう、まあ、事実の選択ですよねこれは、まあまあ、他にも説明あるのかもしれませんけどもで私はやっぱり UFO いわゆる円墳の,の上に乗ってる UFO であるとその証拠,証拠がです、ね誰,かまあ、誰かがですよこれ,はあの、えー、これは上のものは UFO だよと言っても私は素直に その方と、ま、前向きにね、前向きに、あの、同意いたします。そこ、そういう話をしてましたら、あの、隣にですね、え、埋蔵文化センターというのがありましてね、そこ行きましたら、この、竹内さんという大変親切な方がですね、あの、それならもっとありますよと言って倉庫へ案内してくださいました。これがそれなんですね、皆さん。こうしたものがゴロゴロしてるんですね。びっくりしました。まあ、本当にもう、 興奮状態になりましたですね。これを、まあ、何のためにどうして作ったかということなんですけども、傘というのには私は無理があると思います。皆さんはどうでしょうかこれ、皆さんに傘に見えますかということよりもですね、次にあの、マヤ・アステカのその UFO 型の土器を皆さんにご紹介いたしますが、 それと形が同じなんですね、これ実は。上に、上が丸くなってるでしょちょっと頭に入れておいてくださいね。あの、いわゆる筒形の、まあ、円形ができてるってことですよね。そしてこういう形をしてると。こうして復元されてると。 で、横にはこの穴が開いてるんで、どうして開いてるんですかって聞きましたら、あの、熱を逃がすためだっていうふうに説明を受けました。で、こんなね、まさに UFO 型の、え、土器もあるわけです。あの、竹内さん、本当にありがとうございました。私のようなものにね、こんなものを見せてくださいまして、あちこち行きましたけど、今回初めてです。あの、これなんですね。 実はですね、これと同じものがですね、マヤのアステカで見つかっているんですね。それはこの続くビデオの中で紹介いたしますが、これは、あの、マヤア,ステアステカでの学芸員というか、かあの研究員は、怪物だというふうに、あの、ああの説明書に書いてあります。怪物なんかじゃないですね。どう見ても怪物に見えないんです、私ね。そして上に丸があって、線があって、そしてこのカーブの線,線を見ていただきたいです。 大変よく似てるか、まあ、同じなんですよね。ということで、まあ、たけしさんには、あの、大変丁寧に説明していただきましたけども、あの、まあ、私は傘だとは思いませんでした。それから、岩田の高橋さん、どうも、貴重な情報ありがとうございました。えー、続く日本のビデオをよろしかったらご覧ください。バイ !Hello, this is, h、uh, i r o s h i h a a s h i and Matabe, Japan, July the 22nd, 2014.Pyramids for u f o s p l a t f o r m s u f o s c e or their spacecraft.In Japanese, ビデオ936に関してですね、Matabe さんが何枚かの写真を送ってくださいました。これがその中の一枚ですけども、まあ1000、あ期限後、 100年から1300年、今からちょうど1000年ぐらい前に作られたというんですね。これが最近発掘されました。まあ、まさに宇宙服ですよね。ヘルメットを脱いた状態なんでしょうか。それから、これがあの、どこかの紋章なんですけども、えー、これがあの、ゾラスター教のまあ紋章に似ているのではないのかなということなんですけども、まあ、ちょっと厳しいかなって、まあ、中央にね、円形があるっていう部分では、 はいわかりません。でもう一枚、これは大変興味深いんですけども、ピラミッドの上に丸い円球体のです、ね、物体が乗っているわけですけども、あのピラミッドの上にはあのご存知のようにいろんな建物が建っているケースが多いんですね。しかし、まあ、あの注意しなくちゃいけないのは、これはあのボロブドゥールもそうですし、アンコールワットもそうですけども、後の王たちがです、ね、勝手にあの改築したケースも多いわけですあ,るあるわけですよねあの、自分たちの権威づけのために。 それで、まあ、あの、これらの、それが、その、ある、あるからといって、ま、た、特にこれなんかそうなんですけど明らかに作りも育つですし、岩の石、石、使ってある素材の石も、あの、違いますよね。ま、だから、検証してみますと、この、やはりこれは、あの、上に乗っているのは、家というよりも、 ま、球体の物体であるという風に考えるのが正しいわけです。もっとはっきり言えばこれは UFO です。その証拠はですね、この続くビデオの中で皆さんにお見せいたし、お見せいたします。なぜ私がこれが UFO であるかと確信するかという理由なんですけども、その証拠はですね、えー、というか、まあ、その続くビデオを見てくだされば皆さんもあ、そのように確信なさると思います。Thank you very much。あ、また別さんありがとうございました。またよろしくお願いします。 Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamamaseri Japan. Pan versus Maya's UFO. Pyramids are platforms for UFOs. pyramid a であったという証拠をお見せする前にですね、ちょっと変わったと言いますか、あの写真を皆さんにお見せいたします。これ、円形ギャップというんですけど、あのここにあの土星の輪にはこういう空間があるんですね。そこにこのパンという、まあ、あの月ですね、衛星ですね、があのこう通っているわけです。これがあの土星の衛星の一つのパンです。でこれはあの2000年少し前に発見されたんですけども、最近こんな。 鮮明な写真も公開されるようになりました。これ、あの、私、合成写真かなと思ったんですけど、本物なんですね。で、この形がまた奇妙というか、まあ、上はデコボコしてますがね、まあ、普通の隕石を加工したという感じですね。で、これが、あの、土星の輪の中を走ってるわけです。という、あの、まあ、報告なんですけどもね。で、これ、Pand, Moon ですね。衛星です。で、 幅が35キロ、高さが23キロ、35キロ、まあ、結構大きいですね。で、これがですね、あの、ボイジャー a 2号の分析によって発見されたわけですけども、1981年に発見されたと。で、まあ、その後ね、先ほどの,あの写真をお見せしました。CG かなと思ったんですけども、本物みたいですね。で、軌道半径がですね、えー、13万3000キロ。 あるんですねそしてから半径がですねで、これで計算しますとですね時速がね146万キロなんですね。これ実際の地球と土星の大きさを比較したものですけども、いかに土星が多いか大きいか、この間をですね、えーまあ、何て言いますか、十数時間でこう一周するわけですからね。でここのままあこれが、まあ 確かにまさに UFO の形をしてるわけですね。で、これを見て私は前の UFO を思い出したというか、前の UFO の話をする前に皆さんちょっとこれを見せしたかったものですから、あの、見せました。右下がこれが前で、えー、最近公開されました UFO 型の発掘物ですね。 まあ,まあ明らかに UFO ですけどね、ガタなんて言わなくても、これは UFO だということは後で証明いたします。で、これはですね、あの同じくこ、これは極めて最近まだ見つかった UFO 型の,あのやっぱり発掘物ですねこのもし。この発掘物の面白いところはですね、ここに文字らしきものは書いてあるということなんですね。 あのもしこの形に似ている日本,日本でですね、まあ、神代文字、古代文字が見つかればもっと面白くなりますね。要するに、このピラミッドに対してですね、まあ、こうした巨大な30数キロもあるような UFO がやってきたとか、あるいは UFO としてあの古代においては使われていたのかもしれません。続くビデオの中で、マ、えー、前のピラミッドは UFO の発着台であったこと,ということを証明いたします。Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Pyramids or landing spot for alien's craft. It's proof and evidence, evidence. Uh, Quite recently in uh, 2012, uh, new specimens uh, have been uh, disclosed disclosed from the Mexico government and it's they are very surprising in Japanese. 2012年にですね <laughs> あの映画が制作されるにあたってメキ,メキシコ政府はですね新しい、今まで,今まであ、なんて言いますか彼らが言うにはあの蔵にしまってあったとっいうことを言ってますけどもあの隠していたあマ,ヤマヤのです、ね、新しいあの資料をです、ね、公開しましたでそれは大変驚くべきものだったんですよね。 でなぜまあ、彼らがメキシコ政府が隠していたかという理由はですねまああの皆さんの,すあの想像にお任せいたしますけども、まあ、こういうものなんですね。でこの、えー、メキシコ政府が公開した資料の中にはですね実に奇妙なものがたくさん映り込んでいて書き込んであったわけであります。まあ、これはもう一見してあれだとわかるようなものばかりだったんですね。まあ、それでまああの公開今まで公開されなかったのではないかと思うんです。 でこれは何かということですね。その中の一つ。今日はここにスポットを当ててみますが、これは大変な事実を含んでいるんです。いいですかこれは何かということなんです。もう皆さん分かりますよね。あのしかし、それじゃあの世間といいますか、一般世間の人たちは納得しませんが、これも、ね、あの発見されているんです。3つね。あこれも公開されました。まあ、明らかに UFO ですね。これは UFO でないというならば、これは UFO でないという証拠を見せるべきですね。まあ、これが明らかに UFO です。 出なないいというなら他に何ですかここに、ね、エイリアンの顔が彫り込んであるんですけども、まあ、あのそれはちょっとまあシンボルマークのようなものだったんでしょうかでこの絵をでですすねね線画を、ねえー、UFO の模型をですね先ほどのまあ線画と比較してみますするとですねあの全く1点というか全く同じだということが分かるんですよねただ線画と模型という意味の違いなんですねよく見てくださいよここに丸がありますねこれ窓なんですよね 円形の窓そしてですね今度は上上,あの上を見てくださいこの横線が入っているところも注意してくださいねあの線がささささと走ってますねそれからあそうですねそれからですねここにこういうあの波形の模様が入っているでしょうこれまでは同じなんですということはこの2つはですね同じものを一方は線画にし一方は模型にしたということなんですということは上の絵はもう皆さん 確実に UFO だてこれは明らかに UFO です。間違いないですね。確認してくださいよ。非常に重要なところなんです。というのはですね、その周りの絵がまたこれ気になるところなんですよね。ここに階段状のものがあり、ギザギザのものがあるということなんです。これは言うまでもなく、マヤにとって一番重要な場所、すなわち、えー、ピラミッドそのものを表しているんですよね。 よくく見てください、ピラミッドの前に、えー、これが前のピラミッド,あピラミッドですね、あのー、そして下の横の線横線はもう明らかにこれは階段なわけですということはいいですかこの絵をもう一度見てください UFO がですねピラミッドの上に乗ってるということをこの絵を象徴してると言いますか表しているわけであります さあそうしますとこのピラミッドは何のためにあったかということはもうお分かりですね。私が何度も言ってますようにこれ,これは明らかに UFO の着陸台なんです。ですから階段はですね人間が上り下りできるようなあの階段ではないんですよね。あのはい、それからあの共同的にもあのしっかりとしてるというかあの目的にかなってるわけです。でまあ これがです、ね、同じくあの公表されたあのマヤのあ資料ですけどもこれが誰であるかもう皆さんお分かりですよね人間ではありませんこれがマヤの今現在発表公開された資料これは三星体の仮面です仮面ですかお面ですねそしてこれがエジプトのギザで見つかっているエイリアの像です それが彼は言いました、私だよって、これはあのエリア50時であの絡まれた写真です。となると、これらのですねピラミッドも当然、UFO の発着台と考えるのが自然ですね。でないというならば、そうでないというほうが私は不自然だと思います。これがドルメンですね。何らかの形というか、そらくハッチがですね下についていたんですよね。 あのエイリアンのあのクラフト、ねまあ、UFO うべきなんでしょうかですからまあこういった台が必要だったということもあるし地面に何かこう直接つけることに対して、えー、何かしらの抵抗があったんじゃないかと思います。こういう大きなフラット、これは中国のピラミッドでシーアの近くのピラミッドですけども当然大型のあーエ,イアンクラエイリアンのクラフトが着陸したって。 イギリスの何度も申し上げてますように、これはあの高さを、ね、測ってみると分かるんですけど、ね、きちんと、ね、あの水平になっているんですよ。ストーンヘンジもそうだったんですね。で中央部には大きあの小さな小型の大、大型ですか。そういった層の使い方をした。それから日本の石部台もそうですね。これをお墓だというふうに言っておられますけども、まあ、トンチンカンなことばっかり言っておられますね。それでこれは、これも世界的に言えば数千見つかっているドルメンの一つに過ぎないわけです。 もちろん、この日本では墓になってますけども、これも着陸台だと考える方が、まあ、無理がないですよね。これを墓だという方が無理だし、これが着陸で,着陸でない台でないという方が無理なんですよね。そうでないというならば、もう一つこの線画をよくご自身で確かめてください。ご自身の頭で考えてみてください。これは何かということなんです。作られた常識の中で、 こちんこちんにですね、かさぶたになったような、あなんかさぶたですね、常識でですね、ものを考えてはいけないということなんです。私たちは今、大きく発想を変えるべきだと思います。このビデオは、昨日作ったものですけれども、マヤとエイリアン、少し別の角度から、この、やはり同じくメキシコ政府から公開された写真をもとに考えてみたいと思います。 645号そのものは英語版でしたから今日は日本語版で皆さんにお届けいたします2012年にですね英語が作られたんですねあの現地の学者たちと集まってそ,とその時にメキシコ政府が、まあ、あの公開したわけですけどもなぜ公開されなかったかということなの方が私は一つの謎だと思いますね でまあ、こうしたその明らかに円盤型の UFO 型のまあ資料といいますか模型があのも発表されているわけです。これ見ますとその今、われわれの頭上、ね、くるくる飛んでいる UFO がどういうものであるかということを形がです、ね、具体的によくわかりますね。これが UFO でないというならば何かということなんです。つまり彼らは見たものを作ったんですよね。 彼らの想像力、芸術性を使って描いたんではなくて、作ったのではなくて、見たものを作り、見たものを描いたということなんです。これにしてもそうなんですね。彼らは見たものを描いたのです。見たものを彫り込んだのです。ここにこんなものがありますね。そしてこれは板の上に乗っている、まあ、エイリアンらしきもの。そしてここにエイリアンがいるんですよ。これがエイリアンだというと、証明はこれからいたします。まあ、これは UFO だということはもう一目瞭然ですね。 文章よりもはるかに正確にこれが UFO だということを証明しているわけです。事実と証拠とはどう,いう,どう違うかということなんですけどこれは事実なんですね。事実と証拠、これは事実だって証拠ではないという、まあ、頑張る学者の先生もいらっしゃいますが、これは事実なんです。これもそうですね。明らかに、なってますかスペ、宇宙ステーションですね。 こここにエイリアンがいます。このこれがエイリアンだという証明はこれからいたしますが、ここに土星が書いてあるんですよね。なぜ前の人たちが土星をしていたかという問題もあるわけです,けけですね。これがまあ明らかにエンジンです。これはノルウェーで見つかったんですけども10世紀、9世紀から10世紀に作られたものなんですね。 でこれはですねブローチの大きさですから7センチから8センチ台だと思います。これを、ね、胸につけている写真もありました、えー。それを見るとやっぱりその程度だと思います。これはマヤの,の絵ですね。右の方はノルウェーで見つかった、まあ、明らかにエイリアン,リアンクラフトと思われる乗り物の中に掘り込んであったエイリアンの図なんですね。下はこれはもうあのソ連の旧ソ連の,あの衛星ですね。今、まあ、ロシアですけども。これは土星ですね。もう一見は100分に近いですね。 で、線が掘り込んであった。ここにもエイリアンが掘り込んであるんです。で、このエイリアンですね、これ横にしてみると同じだということをお分かりですね。これはあのヘルメットをかぶっているのかどう,どうしてこういう形をしているのか私は理解できませんが、まあこれもそうなんですね。えー、細長くて三角形で目が細長いと、明らかにエイリアンです。で、この,あのシートベルトもこれ、あの、 ご,ご存知のように、あのジェットコースターなんか使っている。まあ、最新型のシートベルトですね。で、これは上がまあ、どうも宇宙服を着たエイリアンらしいと後で精査しています。それから。まあ、いろんなものが書いてあるんですけど、これね？あ、あのー、まあ、もう少しいい写真があればよかったんですけど、やや横向きでこう何て言いますか？ヘルメットをかぶったエイリアンであるとで、これはあのー？ 母船ですね UFO の母船として、まあ、これはあの本物だというかあのあの、という形で証明されているエイリアンの写真で、大型母船の葉巻型 UFO の写真ですね。でここにもあのなんかごちゃごちゃとしたものが書いてありますけども、これも何かしら小型の,、ね、あの UFO といいますか、あの連絡船のような感じがいたします。これは分かりません。 まだ人間はここまで開発しませんから。で、このまん丸というにのはね、大気と地球ですね。あの丸に外にある円が大気,大気だと思います。で、これが、まあ、こうして図をですね、貼り合わせてみますと、あのこの一枚のね、レリーフが何を表しているかというと、地球であり、その外側に大気があり、そして上に宇宙,宇宙,、まあ、宇宙遊泳してます、宇宙飛行士があり、ここに大型の母船があり、そしてここに月があり。 そして、小型の UFO が近づいてきて、母船にまあ接近しようとしているというような図がこうして浮かんでくるわけであります。これはね、あの2、3日前にね、どこかの校長先生があの偶然撮った写真そっくりですね、これ今の UFO はあの。毎日新聞に出ていました。ですから、あえてこの写真にしたわけですけども、小型の UFO をねあの、大変よく見た形です。 えー、ということになりますと、この人は誰かということになるわけですけども、もう皆さんお分かりですよね。これはマヤのあ、今の,あの中に出てきたもの。これ三生体ですね。生徒の近くのチェーンルートの生徒という意味です。で、エジプトですね。エジプトのこれあの壁画に彫り込んであったあの、まあ、エイリアンの顔だと言われているものですけども、三者比べてみますと同じということが分かるわけです。まあ、さらに他のレリーフ、あーいわゆるそのこれ元はあの金ですからね、これ。 わわざわざ金に、ね、こうあのつまらないものを掘り込むという人はいないでしょう。ですからあの、そういうことも考えて、なぜ彼らが懸命に,です、ね、金,に金の板にこういうものを掘り込んで、後世の私たちにあの伝えようとしたかというその熱い心を理解してあげなきゃだめですよね。でないとか,かえって、こうなんて言いますか過去の人たちに,とに対して失礼というものですよね。一生懸命掘り込んだんですよ、皆さん。 あなたならあの、例えば金塊買ってそれにね、くだらないものを彫り込むでしょうか。ただ気になるのはですね、指が4本だということなんです。グレーは3本、ある6本というふうに表現したのもありますが、まあ、足の指が3本ですから指の、手の指も3本と考えるのが自然ですね。足の指と手の指が違っている、数が違っているということは、 あまあ何か DLA 的に考えて矛盾があるわけです。これなんかあのこう母船にこう着陸した UFO のようにも見えます。まあ、UFO ですね、まあ、明らかに。<laughs> 見えますじゃなくて、もうそういう遠回しの言い方をやめますこれ UFO でないというんなら UFO でないという証明を出してね。それからあのあののー はい、どちらが無理があるかということなんです。これは UFO だという方が無理なのか、これが UFO でないという方が無理なのか、いわゆるバランスの問題だということなんですよね。これをエイリアンだという方が無理なのか、有利エイリアンでないという方が無理なのかということなんです。どっかの大学の先生はですね、テレビに出てきて、はい、頭から全てを否定していますが、UFO の研究をしたこともない、そう UFO でないという研究もしたことない人がですね、もう頭からガン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 と否定しますよね。 ああいうその頭のおかしなその科学者、物理学者というのが日本で大手を振っているというのは実に奇怪な国ですね。科学性ゼロでしょ。科学というのはですね相手が UFO だと言ったらではそうではないという研究を一方でしながら、そしてそ,のそれを学問として対抗するならばいいですけども。 明らかに頭からないないないそんなものは UFO じゃない宇宙人はいないんだ、えー、というようなことを頭から否定するというのはもう科学者として私は失格だと思います。ね、わかりますか私の意味がその方がですね UFO でないという研究を一方でなさっているあるいはそ宇宙人は存在しないんだという研究をなさった上で相手を否定するならばそれは科学的だと思います。自分は物理学者だからそんなものはないんだ物理学にそんなものは証明できないんだからというのは あまあどなたか皆さんご存知かと思いますが、テレビに大変露出度が高いあの教授であります。まあ、これなんか、あの板の祈っているあのパレンケの、あのなんて言いますか、あの墓の板に掘り込んだあのエイリアンそっくりですね。そしてこのエイリアンのがあの頭には、そのなんて言いますか、あの やっぱりこの同じような絵がちょっと上の絵がよくわかんないんですけどもねこれもやっぱりこの同じようにこの、あのー、人間がこうなんとなくこうねよくわかりませんけども人間があのクラフトに乗って飛んでいるように私には見えますが皆さんはどうでしょうか。まあ確かに でこの絵もそうなんですけど、下にいるのがまあ、エイリアンだと思いますね。目がつり上がってますね。で手に持ってる何か分かりませんけども、ブーメラン型の UFO も写ってますね。この手のあたりに。そしてその上に円形の UFO も写ってます。ってことは、ブーメラン型の UFO というのはもうこの時すでにあったということなんですけども、ちょっと無理があるかな。でこれはあのー、まあ 同じくあの2012年に公開されたメキ,メキシコ政府から公開されたいろんな資料の数々ですけども。 これ,もやっぱこれは指が3本だったかな。要するにね、あのメキシコではですね、あるいはマヤ、インカでは、かつてはこういったハチ類リ型のエイリアンが支配してたんですよね。そして人間を食べ、人間の血を飲んでたわけであります。そして人間を騙してですね、信仰心によって心臓を差し出させてたんですけども、それに代わって新しい時代がやってきたんですね。いわゆるグレー型のエイリアンがマヤを今度は支配するようになったわけであります。そしてマヤにも新しい時代がやってきたんですね。 まあこれなんか明らかに宇宙服を着た宇宙人という感じがいたしますね。目がつり上がってますから、エイリアンが宇宙服を着ているところに見えますね。そして、これがまあ私、先ほど挙げました、エイリアンが宇宙クラフトがですね、あのピラミッドの上に乗っているということを私がこの,この時まあ知って、先ほどあの詳しく精査いたしましたけども、そういうふうに私は考えています。というか、前からこれはもう明らかにこれは宇宙、UFO の着陸台だということはもう何度も申し上げてきました。 はいということで、まあ、あの明らかな、まあ、証拠ですよねこれはもう事実ではなくて証拠が出てきたわということになるわけですあの事実と証拠をどう分けるかですけどもこれが証拠だということですよねこの絵が証拠だということなんですよ洗顔が、えー、そして、まあ、あの上からエイリアンが降りてきてそしてまあ人間たちに、まあ、会ったり命令したり まあ自分たちは神,神,神としての存在であるということをこういう形で私た人間に見せたということになります。えー、まあさっも言いましたに、ね、なぜ今になってこんなものを公表したかということを裏返していますとなぜ今まで公表しなかったかということにもなるわけですよね。それには公表したらまずいとそういうふうに思われる部分があったからだということになるわけです。